赤身は江戸前寿司の豪華寿司を代表するネタであり、昔から親しまれています。江戸前寿司は19世紀の初期に誕生したと言われています。当時のマグロは下魚として評価は高くありませんでしたが、マグロの豊漁後に寿司ネタとして普及していくと、19世紀の末には醤油漬けが美味しいと評判となり、以降は大人気のネタとして定着したと言われています。マグロはクロマグロやミナミマグロ、メバチマグロ、キハダマグロやリンマグロが有名なネタです。赤身はこの部位にあり、脂が少なくヘルシーです。味も素晴らしく濃厚な旨味が口の中に広がります。エビも森沢マーコーの中で挙げられるほど古くから愛される寿司ネタです。車エビはエビの王様と呼ばれるほど風味、旨味、甘みが豊かで総合力に優れています。生だと甘みが物足りないため仕込みは入れます。どれだけ素材の味を引き出すかが職人の見せ所です。余談ですが、車エビの名前の由来は丸まった時の模様が車輪に見えたからだそうです。イカも江戸前寿司の定番で人気は不動のネタです。当時の江戸の海は新鮮なイカが豊漁でした。寿司ネタのイカはとにかく食感が素晴らしい。捨てて見えるほど鮮度がいい生イカは絶品です。サーモンは人気ランキングでマグロを抑えて1位になることも少なくない超人気の定番ネタです。当たり外れが少ない味の安定感、香りもよく、それでいて油もしっかりと乗って言うことなし。このサーモン、実は歴史はそんなに長くありません。寿司ネタとして定着したのは30、40年ほど前のこと。焼き鮭が食文化の日本にノルウェーの方々が懸命に生食サーモンの安全性を普及してくれたおかげです。ハマチの非常に人気が高い定番の寿司ネタです。脂が乗ったその身は旨味、歯応えも抜群です。出世魚として知られ、成長とともに名前が変わり、幼魚からハマチになり、やがて部位になります。部位はハマチと比べると食感がしっとりして、もっと脂が乗っていて味も濃くなります。身の色が薄く白身魚に見えることもありますが、ハマチ、部位は赤身魚です。トロはまさに寿司の王様と言えるでしょう。濃厚な旨味と甘みはこれ以上のない贅沢です。美しい白い刺しが走るその身は今でこそ憧れの的ですが、江戸時代はマグロのトロは猫またぎと呼ばれ、猫ですら素通りする旨味として捨てられていました。当時は大型のマグロの輸送や冷凍の保存方法も確立しておらず、鮮度が落ちて劣化してまずかったそうです。今私たちが最高のトロの美味を堪能できるのは、先人の方々の試行錯誤や絶え間ない努力のおかげであると感謝しています。寿司ネタの中でも華やかで宝石のような輝きを放つのが、ヌンパン巻きの中にたっぷり入ったイクラです。鮭の卵の筋子を醤油漬けしたのがイクラですが、口の中で弾ける美味しさがたまりません。イクラというより名はロシア語で魚卵全般を指すイクラが由来とされています。タイは日本では縁起がよく、お祝いごとにも登場する豪華な魚で、お寿司でも人気があります。味の白身魚のさっぱりとして淡白で上品な風味があり、昆布締めで熟成させたタイの旨味は至高です。おすすめしたいのはタイの湯島作りです。これは皮を残して熱湯をかけて冷水で締める技法です。これにより硬い皮は柔らかくなり、さらに脂が溶けて旨味を極限まで楽しめます。縁側は人気の定番寿司ネタです。コリコリとした歯ごたえと脂の乗りが特徴で、大葉も爽やかで美味です。縁側は魚の名前ではなく、ヒラメやカレイのヒレを動かす筋肉の部分です。家屋の端にある縁側に似ていることが縁側の語源です。アナゴは寿司を食べる上で欠かせない定番ネタです。老舗の寿司屋では長年継ぎ足している爪という煮汁は、何よりも大事なものとして大切に保管されるそうです。濃厚な爪を塗ったふっくらしたアナゴは格別であり、口の中に柔らかな身の旨味とコクが広がります。まさに至福の時間と言えるでしょう。磯の香りとコリコリした食感はまさに海の風物詩。つぶ貝は寿司に彩りと変化を加えてくれます。つぶ貝は特定の名前ではなく、マツブと呼ばれるエゾロラや輸入物のヨーロッパエゾバイなどが含まれます。なおつぶ貝は大気栓に毒が含まれているため、調理の際に細心の注意のもと取り除かれます。
握り寿司で忘れてはいけないのがタコです。香りと風味、独特の弾力、噛み締めるほど旨味が口の中に広がります。タコは茹でることでより旨味が引き出されるので、基本的にはボイルされることが多いですが、身が柔らかく水っぽい水タコは刺身として提供されることもあります。白身魚の王様と呼ばれる高貴な魚がヒラメです。ネタの見た目も透き通って美しく、味わいも品があって甘みと旨味もあり美味しいです。癖がないため多くの人に愛されるネタでしょう。淡白な味わいも魅力ですが、数日寝かせて熟成することで濃厚な旨味を堪能できます。最も旨味を感じることができるネタの味です。口の中に広がる磯の香りと甘み、その濃厚な味わいは贅沢の限りを尽くしており、クリーミーな身がとろけてシャリと絡み、極上の味わいになります。曲に始まり曲に終わるという有名な言葉がある通り、卵焼きはかつて圧倒的な存在でした。当時の江戸前卵焼きは芝海老のおぼろや魚すり身、山芋のすりおろしなどを加えたカステラに煮たもの。時にその店の魅力を測る物差しでもありました。現在はだし巻き卵を卵焼きとして出すのが主流になっています。だしが効いてふんわり美味しいです。さっぱりとした寿司を食べたいときは味は格別です。酢で締めた味は旨味も増えて美味しいです。アジの旬は5月、8月と言われ、暑い夏場には爽やかなアジの握り寿司は最適でしょう。出世魚のこの潮の幼魚である新子から成長した若い魚がコハダです。スジメで美味しい青魚です。この魚はとても珍しく、大きい成魚は不人気であり、出世するほど価値が下がると言われています。現在では幼魚の新子の価格は高騰して、高級魚の一つとして数えられています。カンパチは高級魚です。ブリに似た大型魚ですが、ブリほどは脂が多くなくあっさりしている身です。カンパチは夏が旬と言われていますが、通年水揚げされて味は安定して美味しいです。ホタテは女性と子供にも人気のネタです。肉厚で噛み締めると柔らかい食感で甘みがあり大変便です。ホタテの旬は年に2回訪れます。産卵前に栄養をつける冬の時期と、産卵後に貝柱が大きく育つ夏の時期です。しめ鯖の歴史は古く、日本海で獲れた鯖を京都に届けるために保存ができる塩漬けが考案され、数日でいい塩加減になって到着した塩鯖を酢でしめて竹の皮に巻いて翌日食したそうです。押し寿司やバッテラなど地方独自の郷土料理として発展もしたり、日本全国で愛される寿司です。日本で愛されるうなぎは寿司ネタとしても格別でとても美味しいです。しかし江戸前寿司のネタではありません。理由として、当時の江戸前寿司は B 級グルメのように江戸っ子がすぐに立ち食いできる庶民フードでした。その時代すでに高価な食材であったうなぎは寿司ネタとしては定着することはなかったのでしょう。現在は脂のりがよく美味しいうなぎのお寿司は馴染み深くなりました。ビントロは回転寿司で大人気の寿司ネタです。ビンナガマグロというマグロの小型種ですが、全身に油が回りやすくとろに似た味わいから名付けられています。甘エビは大人気の寿司ネタです。古くから江戸前寿司でも定番として愛されてきました。小さいので尿で提供されることが多いです。その名の通り、身がとても甘く美味しいです。赤エビはアルゼンチンで獲れるエビで冷凍して輸入されています。江戸前寿司ではありませんが、生で美味しく食べることができて、甘みと旨みがあり人気の高い寿司ネタです。巻き寿司の誕生は江戸時代の1750年から1776年頃で、その後関西は糸巻き、江戸では身が少ない細巻きが粋であるとされ、
特に甘辛く煮たかんぴょう、のり手巻くかんぴょう巻きは当時ののり巻きを代表していました。現在でもその名残で関東では親しまれていますが、西日本や九州では目にする機会も少ないです。鉄板巻きはマグロの赤身を芯にした細巻きです。日本全国回転寿司やスーパーでもよく見かけます。名前の由来は諸説ありますが、有名なのは当時賭博場のことを鉄板と呼び、そこで手軽に食べられたことから鉄板巻きと呼ばれたという説があります。カッパ巻きは細く切ったキュウリを芯にした細巻きです。昔から親しまれる食べ物です。名の由来はキュウリの切り口がカッパのお皿に似てる、カッパの好物だからという説があります。ネギトロはマグロのトロや中落ち、すき身を叩いてペーストにしてネギを加えた寿司ネタです。高度経済成長期に誕生したネギトロ巻きは女性を中心に人気が出て、巻き寿司の定番になりました。ネギトロのムンタン巻きもとても人気で、ネギが脂っぽさを消すので美味しくて好評です。納豆巻きは全国の至る場所で見かける寿司です。寿司屋だけでなくスーパーやコンビニでも幅広く愛されている寿司です。子供も大好きで多くの年代に親しまれています。納豆は酢飯との相性が抜群で、ネギの薬味がいい仕事をしていてたくさん食べてしまいます。